皆さんこんにちは、ベンマックスです。今日はですね、私の持っている一番最初に私が、買った水星の時計です。これはオメガのシーマスターですね。シーマスターの 120m モデル、これはロングランでですね、ヤフオクでもまだまだ売ってまして、メンテの方もちゃんとまだまだやっていただけるということで、とても重宝してます。これこれ夏につけてもいいんですけれども、まあ結構ね、形が好きで買ったんですよ。でこっちがですね、レディース用ですね、家内の分で、でこっちが私の、2511-41 っていうタイプで、この文字盤がですね、すごくですねレアなんですよね。これ流通限定でして、なかなかヤフオクでも出てこないんですけれども、今回なんかたまたまなんか出てますね。十何万で売りに出してるんですけど、この相場っていうのは今のところだと、まあよく質屋さん経由のものが出てますけれども、5万6万7万とかそのぐらいじゃないですかね、中古だと。はい、で定価は14万円ですね。はい、でこれのまあ便利なことに、私の持ってるスイスの時計にしては便利なことにですね、日付が出まして、でベゼルが こんだけちょっと広くて、なんか結構好きなんですよ。でちょっともうかなり傷ついちゃってですね、ガビガビなんで、ちょっと今度オーバーホール出して研磨してもらおうかなと思ってます。たまにはね、クォーツでもオーバーホールしてもらって、まあやってあげないと長く持ちませんからね。結構ね、私このフェイス好きなんですよ。これ本当に初期の一時期だけ作られたもので、本当に1年作られなかったんじゃないかなと思うんですよね。しかも高島屋さんとかいうデパート系のところでですね、あとは丸いとかああいう系統ですね。この私ちょっとね、こうドレッシーな感じが好きでこれ買いました。この後にですね、もう一本買ったんですよ。でそれがですね、これ昔のカタログなんですけれども、私のオメガのカタログなんですけれども、これのですね、このページ、まあこの時こんな色があったわけなんですけれども、これですね、これをヨドバシカメラで買いまして、まあ、かなり安く買いました。新品で7万8000円だったかな。でまだそんなにね、昔は、そんなにべらぼうに高い、この辺でもね、私高いなと思ってましたもんね。これ2511-50っていうのがこれなんですけれども、50、14万円、自然なんだろう、白ダイヤルやブルーダイヤルタイプもありますと書いてありますね。で使用は水深 120m まで対応できる防水時計ですと、ちゃんと歌っちゃってますね。
オートマチックモデルはクロノメーター検定合格だと。で、リューズ、スクリュー式リューズ、まあ、今、おなじみのスクリューロックですよね。で、ねじ込み式裏蓋、あ、裏蓋がスクリューバックになっているということですね。で、サファイアガラスがですね、これ、ロレックスと違ってですね、面白いんですよ。ちょっとカーブがかってるんですよね。わかりますかね。ちょっとこう昔のプラの風貌みたいにこう真ん中がこう盛り上がってるんですよね。よく形成したなと思うんですけれども。ムーブメントプロテクション、メタルムーブメントプロテクションを内蔵、高い信頼性を実現していますと。キューレンブレスレット、これもまあかっこいいですよね。で、あ、これトリチウムのインデックスなんだ。あ、それでこれよく焼けてるやつがね、でよく出回ってますけども、じゃあ私のやつも夏ガンガン使ってると、この変身自身の、針が焼けてくるわけですね。あとこのインデックスバーのここにドットがついてるんですけど、ここも焼けてくると、そういうことになるわけですね。まあね、この時代の時計って、僕も14万で随分高いなと思ったんですけれども、でもまあこれスウォッチグループの時計なので、まあ中のムーブメントはクォーツ、これはクォーツですけれども、まあスウォッチグループなんで、多分エタかなんかのムーブメントが乗っかってると思うんですよ。で、機械式もムーブメント、エタだと思うんで、まあ、ある意味永久にやってくれ、受け付けはしてくれるんじゃないかなっていうふうには思っています。まあそんな感じ でちなみにですね、スピードマスターがですね、この当時こうデーンとスピードマスタープロフェッショナルがあるんですが、で値段がびっくりなんですよね。22万円で、手巻きですね。で多分裏蓋がサファイアのケースの方が27万と。まあピラーホイールじゃなくカム式のものなんですけれども、まあここまで安かったら買っとけばよかったなとかと思っちゃいますね。今値段上がってますもんね。ずいぶん昔のですけれども、これSMH ジャパンって書いてありますね。スウォッチグループなのかな。この当時はスウォッチグループじゃないか。ちょっと忘れました。すいません。こんなものを、これが私のファーストスイス時計なんです。今ちょっと読んで120メートルまでちゃんと潜れるっていうことなんで。一回これパッキンとか交換してもらって、ムーブメントもね、ちょっとオーバーホールしてもらって、ここのベゼルも磨きかけてもらってやってみたいと思います。これはね、なかなかレアなんですよ。文字盤がこれなくて、そういうわけで今日はこの辺で終わりたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。ではまた失礼いたします。